インフルエンザワクチン、それが RNA ウイルスでワクチンが効いてるかどうかというようなことを言われる方もたまに耳にしたりするんですが、特にがん患者とか何らかの病気を持ってる患者、全身状態に不安のある方、そういった方がインフルエンザワクチンのいい適用になります。これまでも受けといた方が良かったとは思いますが、今後コロナウイルスが流行る段階ではコロナウイルス、インフルエンザウイルス両方の感染が考えられますから、そういったところではより一層インフルエンザワクチンは受けといた方がいいというようなことが言えます。この冬までにはちょっとコロナのワクチンはできないとは思いますが、受けれるワクチンは受けて、もしかしたら肺炎球菌ワクチンはまあこの5年に1回だったりしますが、そういったワクチンも受けてないとすれば、それらも受けた方がいいです。インフルエンザ感染だけではなくて、それに伴って肺炎を起こすというようなことは大きな問題になってますから、それを防ぐ上でもインフルエンザワクチン、肺炎球菌ワクチンはしっかり受けておきましょう。